スペシャル企画をお届けいたします。まあ、中国とロシアはファクトリーリセットに戻ったと。まあ、エネルギー供給っていうのは大きくは減らない、あるいは増える可能性もある。中国はもう30億に苛まれた状況にあるんですね。あえて今非常にこの監視体制を強くしよう、まあ、その口実として結局使っているのが私パンデミックじゃないかなと。 0.5% まで低下をした債券の利回り、これはもうバブル、おそらくこの先には物価上昇率のピークアウトということもあると思います。あの2人の熱いお話を私は聞いてストップウォッチを止めるのを忘れてしまったぐらいでございます。次はやるとしたら本当の意味で救済するとしたらもう株直接買うとかです、まあ、日本の繁栄期を導くようなですね、そういうものすごい株価上昇がやってくる可能性が、まあ、かなり高いと思います。